こんにちは。今回は数学2のいろいろな式の解説第6回目、高等式の解説をしていきます。まず、高等式とは何かっていうことについて、まず17番を使って説明した後、高等式が成り立つための、条件、高等式になるように、文字定数を求めなさいというタイプの問題の解き方を2つ紹介します。まず、問い17。問い17は次の等式のうち、高等式はどれかということです。はい。そもそも高等式っていうのは何なのかって言いますと、見た目方程式なんですけども、方程式が一般的にかね、あの、と、ある一、ある特定の x の数値の時に限りイコールが成り立つのに対して、高等式っていうのは、x にどんな数字を入れてもイコールが成り立つ。だから常に等しい式という意味です。とりあえずこの方程式を解いてみましょう。この 4x 足す3イコール、4x 足す3となり、左辺と右辺が明らかにもう同じ式になってるんですけども、道理以降をまとめていくとですね、0x イコール、0。つまり、0イコール0という式が得られます。この式は何を意味しているのかというと、これは x の値に関わらず常に等しいという意味です。はい。これを得られるということは、元の式は x に何を代入しても左辺と右辺の値が常に等しくなる。これが、高等式と呼ばれるものです。よってこれは高等式である。2番を見てみましょう。2番は x の2乗マイナス 10x 足す16。イコール x-4の2乗。これを、高等式かどうかよくわからないので、一度右辺を展開してから二次方程式を解く感覚でいきましょう。右辺を展開すると、x の2乗マイナス 8x プラス16。左辺と右辺は、どうもなんか違うっぽいなと。違うなって感じですけども、これをちょっと解いてみると、マイナス 2x イコール0となります。両辺をマイナス2で割って、x イコール0という答えが得られます。この式の意味するところは、x の値が0だった場合はイコールが成り立つけれども、x が0じゃなかったらイコールになりませんよっていう意味です。なので、この元の式は、x が0の場合に限りイコールが成り立つのであって、一般的には成り立たないから常に等しい式ではありません。なので、これは高等式ではないです。という感じですね。では、3番も見てみましょう。今度は x と y が混ざっているので少々厄介になりますが、解いていきます。はい。まず左辺展開すると、x の2乗足す 6xy プラス 4y の2乗。右辺は、x の2乗プラス 4xy プラス 4y の2乗。どうも左と右が違う式なんで、高等式じゃなさそうだなっていうのは、この段階でね、わかるんですけども、続けていくと、道理以降をまとめて 2xy イコール0。つまり、x×y イコール0となります。この式の意味していることは、x または y が0の場合に限り与えられた式はイコールが成り立つのであって、そうじゃない数字を入れた場合はイコールになりません。例えば、x と y に1と1を入れれば、左側の式と右側の式は違う値を出すわけだよね。1と1入れた場合、左側の式は11、右側の式は9ですから、異なった値を出します。よって、これは高等式ではないです。x と y が混ざった式でもね、同じふうにこうやってね、考えることができます。では、最後に4番ですが、x と y が混ざってても、イコールになることも、高等式になることもあるよっていう例ですね。これは、
x と y の対称式を攻めるときに使う公式の形ですので、まあ、当然 x と y の値に関係なく成り立っててほしい式ではありますが、まあ、これも一度展開をして、方程式を解く感覚でいきましょう。右辺を展開すると3乗の公式あるいは2項定理を使って最初の部分は、3x3 乗 3x2 乗 y 3xy2 乗プラス y3 乗後半部分はマイナス 3x の2乗 y マイナス 3xy2 乗そうすると左辺はこうなり右辺はこうなりまあ明らかに x と y に何を入れようがイコールになる式ですけどまあ一応 x について解こうとするとですねまあ同理項をまとめて0イコール0になります。はい、括弧1と同じでこの式が意味するところは、x と y の値に関係なく、何を代入してもイコールになる式。ということは、元の式もそういうことですから、これは高等式であるというふうになります。高等式である。と、まあ、こういうことなんですけども、まあ、今までの問題全部展開してきたようにですね、展開したときにですね、要するに、左と右の式が見た目全く一緒。まあ、言い換えると、それぞれの係数が一致しているかどうかなんですね。それぞれの係数が一致していれば、まあ、高等式になります。だって、同理項をまとめたら全部消えて0イコール0になりますからね。逆に、一部でも、なんか異なる係数がある場合は、まあ、イコールに、高等式にはなりません。ね。はい。ということで、18番、ね、いつ、高等式が成り立つのかについての問題です。18番。次の式が x についての高等式となるように ABC の値を定めようです。まずは基本問題。a たす2の x の2乗プラス4マイナス b の x 引く c プラス2イコール0です。これが高等式となるためにはどうなっていればいいか。アイディアはですね、係数比較法というものを使います。係数比較法っていうのは、まあ、左辺の多項式と右辺の多項式の、まあ、その対応するね、それぞれの係数が完全に一致すれば、高等式であり、そうじゃなければ高等式ではないです。右側の0というのはですね、まあちょっと言い方を変えると 0x の2乗足す 0x 足す0です。はい。係数比較法を使って考えると、左と右の式が一致す、完全に一致するためには、まず x の2乗の係数が一致する必要があります。まあ、つまり a たす2が0になってない限り高等式にはなりません。もし a たす2が0じゃなかったら左辺の表すグラフは放物線になりますから常に0というものとはまあ完全にね一致するはずもなさそうですよね。まあ、だからまず a たす2は0になっている必要があります。続いて x の係数も0になっている必要があります。だから 4-b も0になっている必要があります。もしも 4-b が0じゃないならば、まあ直線になってしまいますよね、左辺はね。なので、傾きが0ではない直線になってしまうので、まあ無理だよねと。で、最後に、マイナス c たす2、ここも0になってないと、まあイコールになることがないです。ね。この3つ目が0じゃなかったら、要するに y イコール23みたいなふうになっちゃうので、まあイコール0になりません。このようにですね、3つの係数を、全部一致させる。一致したときに限り、高等式になるわけです。まあ、これを解いてって解くほどのものでもないですけど、まあ、これは a イコールマイナス2、b イコール4、それから c イコール2となります。まあ、基本問題ですね。まあ、ほとんど計算がいらない、まあ、見てわかるというような問題になってます。では続いて、3を見てみましょう。x-5 の
x たす1 2x 引く1イコール a x たす1プラス b 2x 引く1、これはですね、数学 b で出てくる、あるいは数学3で出てくる、与えられた分数をもっと簡単な分数に分解する部分分数分解と呼ばれるテクニックを使うときに出てくる計算式です。これが高等式であるためには、両辺の分母を払った式も高等式になっている必要があるので、両辺の分母を取っ払ってですね、こういう形に直します。両辺に x たす1と 2x 引く1をかけるわけですね。で、そうすると、左辺と右辺は多項式、整式の形になっているので、係数を比較できる形に持っていけます。左側は 2a プラス bx。それからマイナス a プラス b という形になります。これが高等式であるためには、その必要十分条件が係数比較法により、x の係数、いわゆる両方とも直線を表しているんですけども、完全に2つの直線が一致するには、傾きが一致する、かつ y 切片が一致するです。この連立を解いて、a イコール2、b イコールマイナス3となります。はい。だから、この複雑な分数をね、x たす1分の2、2x 引く1分のマイナス3っていうね、簡単な分数の和に分解できるんですよね。数列においてはですね、このタイプのやつは出てこないんですけど、数3 の、 積分とか微分やるときには、これが大変重宝されます。はい。微積って掛け算割り算されてる式だって扱いづらくて、足し算引き算の形の方が便利なので、こうやってね、分解することが結構あります。では続いて、括弧4を見てみましょう。x の2乗たす1イコール ax x たす1プラス bx 括弧 x 引く1プラス c 括弧 x たす1 x 引く1です。この問題に関してはですね、今までで紹介した問題でも使えるんですけども、数値代入法という別のテクニックを紹介したいと思います。係数比較法だったら右辺をね、こう展開して係数を比較すればいいので、展開して項べき順に整理すると、a たす b たす c の x の2乗、プラス ax マイナス bx、それから余り部分がマイナス c であって、係数比較法でいくならば、この式が高等式であるためには、a たす b たす c、放物線の形状を決定する x の2乗の係数が一致、x の係数が一致、定数項が一致ということなので、下から解いていって c イコールマイナス1、a イコール1、b イコール1が成り立ちます。数値代入法っていうのは何かっていうと、これは高等式であることを確認する方法のテクニックの一つで、主に、ここでは多項式の場合ではですね、条件を満たす、高等式になっているのならば、次のことが言えるだろうと。
もしもこの式が高等式ならば、てかこれが高等式であるためにはね、これがもし高等式になるというのならば、高等式っていうのは x にどんな数字代入してもイコールにならなきゃいけないということなんで、例えば x が0の時にもイコールじゃなければいけないと。x が0の時に、イコールになる必要があると。で、また、x が5の時にもイコールじゃなきゃいけないし、x が、3の場合でもイコールじゃなきゃいけないし、何を代入してもイコールなんだから、とりあえず x が0の時もイコールだろうと。で、実際に x が0の時を代入してみると、この a と b の部分が消え去って、c×-1 だけが残るんですね、右辺はね。そう。要するに0の時って考えると、ここが消えるので、c だけが出てきて、条件を満たす c の値って c-1 以外考えられねえだろうっていう意味なんですよ。いや、まだ x が0の時イコールじゃなきゃダメじゃん。ってことは c-1 以外考えられないよねっていう意味です。c が -1 でね、本当に高等式になるかどうかはちょっとまだわからないんだけど、c が -1 じゃなかったら、まず x イコール0の時に成り立たないのでイコールが高等式になりませんよと。だからいわゆる必要条件になります。同じことをですね、別の数字、何を代入したら計算が楽ちんになるか考えると、例えばね、x-1 がこういうふうにくっついてるんで、1入れようか。x が1の時もイコールじゃなきゃいけないので、ね、イコールが成り立つ必要があるので、イコールが成り立つ必要があるから、1を代入してみると、2イコール1を代入すると 2a になります。ここから a イコール1以外考えられないということがわかります。a イコール1以外考えられないことがわかります。あともう一つはね、-1入れようかなになるよね。ということで、x が -1 の時っていうのをやりますが、必ずしもこの3つの数字を入れるわけではなくて、何でも実際いいです。ただ、どうせ選ぶんだったら、計算が楽になるものを選ぼうっていうことですね。これなんかはな、-1 入れると、2イコール、a の部分と c の部分が消えますので、-1 入れるとね、-1b×-2 になるので、2b イコール2によって b イコール1が得られます。この方法で解いたときっていうのは、あくまでね、答えがあるとしたらこの3つしかねえだろうなんだけども、一般的には、これだけでは説明が不十分になります。なぜならもしかしたら、x に別の数字入れたら、いや、a の値5じゃないけどダメだよみたいな矛盾した条件が出てくる可能性もあって、その場合条件を満たす定数 ABC はないということになるんだ。ただ、多項式の場合はですね、3個の点で成り立てば、この二次式の場合はね、3個の点で一致してれば、もう無条件でね、2つの式は同じものを表すことになります。これは数一で二次関数の決定やったときにね、感覚として身についたことではあると思うんですけども、3つの点で、どちらも放物線ですからね、3つの点で一致してれば、つまり0の時に0カンマ1を通り、1カンマ2を通り、マイナス1カンマ2を通るような放物線というのは1種類しかないため、ABC を次の値に設定すれば、右辺も同じ左辺と同じ放物線を表すため、完全に一致するということになります。だから二次式なんでね、特にこれで十分な条件になるという説明は必要はないんですけども、一般的には必要になるので、例えば指数式とか三角式とかの高等式だったら、逆の確認が必須になります。なので、一応ね、逆に a イコール1、b イコール1、c イコールマイナス1の時、
右辺は x×x+1 プラス bx(x-1)-x+1x-1 となって、まあこれを展開していくと x の b は、ね、b は1だ、 x の2乗を、プラス1となって、高等式が成り立っていると、成り立つということが確認できるよということを、まあ、一応から最後に書いておきます。はい。まあ実践的にはね、いや多項式だったら、いやもうこれで十分でしょうなんで、二次式だったら3個の点調べれば十分なので、まあ実際はそういう確認すっ飛ばすんですけど、まあテストとかでは、まあ、書いておいた方が良いでしょうっていう感じです。まあ私はテストを受けるんだったら、まあめんどくさいので係数比較法で多分やりますね、うん。実践的には単純に値だけ求めればいいやっていう時には数値代入法が便利なことが多いので、まあ、数値代入法を使うことも多いです、うん。まあ、使い分けです、実際のところ。はい、では19番いきます。今度は X と Y についての高等式となるようにということですが、まあ、これもね、まあ、同じふうにやっていきます。はい、まずは右辺を展開して 4cx の2乗プラス 12+bcxy プラス 3by の2乗です。で、まあ、これはですね、もう x の2乗にくっついている数字が完全に一致で、 xy にくっついている数字が完全に一致で、さらに y の2乗にくっついているものが完全に一致する、これが必要十分条件となります。なので、これが高等式であるための必要十分条件は、となるには、次の3つが成り立っていればいい。A イコール 4C、10イコール 12+BC、それからマイナス3イコール 3B です。下から解いていきましょう。一番下の式が成り立つためには b イコールマイナス1、二番目の式が、成り立つには 2c イコール2で、それを a に代入して8ということで、まあ a イコール8、c イコール2、b イコールマイナス1、この時左辺と右辺は完全に一致します。19の括弧にはちょっと飛ばして、次20番に行きたいと思います。20番は、次のね、四角に当てはまる数を求めようということで、2x+1の3乗は、まあ、四角はちょっと文字を使って表すと、A 括弧 x+1の3乗マイナス B 括弧 x+1の2乗プラス C x+1-d です。これはですね、この上の重要例題にも書いてあるけれども、ちょっと置き換えてね、展開して比較するのもなかなかしんどそうな式なんですけども、まあ、置き換えてね、考えてみるといいでしょう。ということで、右側の式、特に右側の式はね、もう展開なんかしたくないので、ちょっと t イコール x+1 と置き換えてみます。そうすると、まあ、x は t-1 であるので、元の式はですね、2t-1、2x プラス1の3乗、イコール、右辺は簡単になります。at3乗-bt2乗プラス ct-d です。このぐらいの式だったら、まあ、展開して係数比較でいいんじゃないでしょうか。これ左側は 2t-1 の3乗なので、3乗の公式を使って展開すると、8t3乗-12t の2乗プラス 6t-1 です。はい。係数を比較したら、まあ、おのずと ABCD の値が出てきます。
係数比較よりもう A イコール8、B イコール12、C イコール6、D イコール1です。はい。これはあの T についての高等式を解いて ABCD が出てきたんだけども、いや、この式って元の式と全く一緒の意味なので、まあ、A を、ABCD をこのように設定すれば、元の式も当然高等式となります。括弧2を見てみましょう。括弧2は再び部分分数分解形の問題です。まあ、これ部分分数分解するとどうなるんですかっていうね。まあ、こういうふうに分解できるというかしたくなるときがあるんですけども、とりあえず上には数字が入るということなので、これを ABC と置いておきます。両辺の分母を払ってみましょう。はい。両辺にこれをかけて、置くと、X イコール A 括弧 X-1 が1個約分されて、A の部分はこうなります。B のところは X たす1が約分されるから残るのはこれです。で、C の部分はこれが残ります。これは、まあ、右辺展開するのめんどくさそうなんで、数値代入法がね、便利です。数値代入法でいきます。何を代入したらいいんでしょう。まあ、この辺が成り立つようなものを代入すればいいってことになります。いや、ちょっと待ってくれよ。この式にそもそも、例えば x+1 が0になるような式なんか入れちゃっていいのっていうと、うん、確かにその通りなんですよね。これ、元の式って、x1 も -1 も -2 も代入できないじゃないですか。分母が0になってしまうから。それなのに、この式にそんなの代入していいのっていう疑問は、まあ、当然出てくるかと思うんですが、まあ、それは気にせずにとりあえずちょっと代入しますね。ということで、本来元々の式にはなかった1を代入すると、1を代入すると、1イコール 2×3 の 6a になりますから、a イコール6分の1です。次に x にマイナス1を代入します。マイナス1を代入すると、a の部分は消えて、c の部分が消えて、b だけが残る。b かけるマイナス2かける1。つまり、b の値は2分の1。最後に c イコールマイナス2のとき、c じゃないな。x がマイナス2のとき、マイナス2を代入して、ここは x、a は消えて、b は消えて、c が残りますが、3c が残りますね。なので、c の値はマイナス3分の2となります。ということで、この二次式、まあ、パッと見二次のね、あの高等式が成り立つには、a が6分の1、b が2分の1、c がマイナス3分の2の場合ということになります。いやでも元の式に代入できないじゃんって話なんですが、この式ね、あの要するにですね、グラフにするとまあどちらも直線になるんですけども、元の式の定義域を考えると1を代入した時とマイナス1を代入したときとマイナス2を代入したときだけ値が存在しないんですけど、それ以外の点においては完璧に y イコール x っていう直線になるんですね。そう、ただ1のときだけなんかこう例外になっていると、この3つのところだけまあ例外になっていると。だから逆に言うとですね、それ以外の点、この二次っぽいこの式がですね、高等式になってるわけですよ。それ以外の点ではすべて。ね。この、だから、このライン、この本来の直線は、この3つが定義域から外れてるんだけども、その穴を埋めた、この式で高等式になるための ABC を出して、これが見つかったため、この式は、1、マイナス1、マイナス2以外のすべての点で当然一致してなきゃいけないんですね。ということは、
この式を、まあ、分数で、分母で再び割ってね、これに戻したときにも、この3つの点以外のすべての点で一致しているということなんですよ。だから、確かに元の式ではこれ代入できないけど、この手の問題では全然代入していいんですね。代入して求められた結果は、今代入した3つの、ね、地点以外のすべての点で一致するからです。はい。はい、続いて、まあ、ちょっと応用のね、21番と22番いきます。21番。次のそれぞれについて AB の値を求めよう。ということでね、1番だけやります。ね、与えられた3次式を2次で割ったときの余りがなんちゃらである。ということなんですが、これは割り算の問題なので、多項式 P を、D で割ったときに小と余りを使って、このような形に表すのが、数学における割り算の基本形です。これを考えてみると、割られる式は、これで割るわけですけども、割ると何らかの小の式が出てきて、な余りが x-1 になると。で、ここで、この小というのは、3次式を2次式で割っているので、1次式であることが分かります。なので、小は1次式のはずなので、まあ、CX プラス D とでもね、呼ぶことができます。なので、今ね、QX って書いたけども、最初からこうやってね、セットアップすることができます。ということで、いやー、AB の値を求めようっていう問題なのに、さらにわからない文字 CD が出てきたから、4文字もわからない。4文字もわかんないのかっていう状況ではありますが、3次の高等式なので、4つの係数が完全に一致しなきゃいけないから、4本の連立を立てることができます。一応左辺をね、展開しておくと、CX の3乗マイナス 2CX の2乗プラス 2CX それから DX の2乗マイナス 2DX プラス 2D それから X-1 です。はい、だから係数を比較するとですね、係数比較法を使って3乗の係数は1イコール C、2乗の係数は3イコールマイナス 2C たす D。まあ、この段階でもう C と D 確定しますよね。で、次が A イコール 2C 引く 2D たす1。最後に定数項が B イコール 2D 引く1です。はい、これを上から順に解いていきましょう。C イコール1、D イコール5、そこから A イコール2引く10、3引く10、マイナス7。で、B は10引く1、9。ということなので、A イコールマイナス7、B イコール9という結果が得られました。うん、まあちょっとね、実際に合ってることが心配なら、まあ、この計算を見直すか、まあ、実際に割り算してみるだね。まあ、実際に割り算してみましょうか。1、3、マイナス7、9を1、マイナス2で割ったときに余りが1、x 引く1になればいいんだよね。ということで、まあ、チェックしてみると、まあ、こうなって、5マイナス10、10だから引くと1マイナス1。はい。確かに余りは x 引く1になります。という点検でね、行いましょう。はい。では、最後に、まあ、22番いきます。まあ、特に新しいことはもうないです。正しい式が立てられればそれでおしまいです。はい。4x の4乗マイナス
AX の3乗プラス BX の2乗マイナス 40X プラス16が2次の平方になるようにしなさいということなんで、これは2次式、まあ、CX の2乗足す DX 足す E の2乗と完全に一致するようにしたいということです。まあ、このように因数分解できる。この形に因数分解できるということです。まあ、ちょっと待ってよ。CDE ってね、文字が全部で5文字になっちゃってますけども、4次式なので、まあ、全部でね、項は5個出てくるから、まあ、なんとかなるかなと。なんとかなるかなと。ただ、2乗がちょっと絡んでくるので、まあ、答えが一通りになるとは限らないです。まあ、実際、例えば、x の2乗足す 2x 足す3が成り立つならば、当然、マイナス x の2乗マイナス 2x マイナス3も2乗したら同じ値なので、まあ、答えは一通りにはならないので、少々計算がね、面倒にはなりそうです。まず、左辺を展開すると、c2 乗 x の4乗プラス、d2 乗 x の2乗プラス e の2乗プラス 2cdx の3乗、プラス 2cex の2乗プラス 2de です。はい。これが4乗、3乗、2乗、1乗、0乗というふうになっているので、係数比較していきましょう。はい、ということで4乗の係数は4イコール c の2乗、3乗の係数はマイナス a イコール 2cd、 2乗の係数は p イコール d の2乗足す 2ce、 1次の係数はマイナス40イコール 2de、 定数項は16イコール e の2乗です。5個の式のうち、真ん中の3つは複数の文字が絡んでますが、上と下は、一文字なので、まあ、二次方程式を解いていくことになります。下から攻めた方が簡単っぽいよね。E が分かれば、4番目の式から D が分かり、まあでもそこで止まるか。で、あと C を使って、ですね。で、AB をと最後に出していきますね。ということで、ちょっといくつかのケースが考えられますね。C イコールプラマイ2 E イコールプラマイ4となります。なので全部でまあ4パターンあることになりますかね。まあちょっと C と E が共にプラスだったというシンプルなケースから見ていきます。はい、この時は4行目の式から D イコールまあ、E にね、4入れるから、マイナス5になります。で、そうすると、2段目の式から、マイナス A イコール 2C マイナス20なんで、A イコール20。で、最後に B を出しますが、B イコール D の2乗プラス8の16だから、B イコール41ですね。はい。ということで、これが考えられる一つの解となります。じゃあ片方がね、符号マイナスだったらどうしよう。じゃあ E がマイナス4で C が2だった場合はっていうと、とりあえず D を再び求めますが、D の符号が変わりますね。D がプラスの5になります。4番目の式から D はプラスの5になります。それを今度はあの A の式に入れますが、マイナス A イコール 2CD なので、符号が変わりますね。符号が変わります。これが20になるから、A の値がマイナス20になります。そこから B の値を出して、B の値は25マイナス8の16だから、B イコール9ですね。これでだいぶ違う数字が出てきます。はい。最後が、ちょっと、こっち行こうかな。最後ね、C と E の組み合わせが、最後じゃないな。C がマイナスで D が4のとき、C がマイナスで D が4のとき見てみましょう。そうすると、D は、
マイナス5。マイナス5ですよね。4番目の式からマイナス5。で、マイナス A は 2CD なので、20。つまり A イコールマイナス20。で、B イコール D の2乗プラス 2CA なので、マイナス16だから、B イコール9となり、まあ、完全に一致するよね。ここは一致するよね。はい、で、最後に、まあ、C がマイナスで、D も、あ、E もマイナスの時ですね。まあ、これは、ひっくり返したバージョンになるから、まあ、同じ結果になるはずなんですけど、こっちとね。まあ、計算すると、D イコール、プラスの5。うん、プラスの5ですね。プラスの5になり、A、マイナス A イコール、マイナス20だから、A イコール20。で、B イコール、D の2乗、プラス 2CA だから、プラスの16だから、B イコール41となり、こちらと同じ結果になります。よって、考えられる答えは2種類あり、A と B の組み合わせは、2041またはマイナス29というふうになります。はい。まあ、こうやって解きましたけども、まあ、この元々の式ね、どうせこれ2乗してるからさ、こう C と D の符号を完全に入れ替えても同じ結果になりますんで、まあ、C が0以上の場合だけに絞って考えてなっていうふうに言うとね、今の4つの説明のうちの2つは省くことができます。ね、C がマイナスの場合っていうのは、まあ、ひっくり返したら一緒になるんでね、プラスの場合と。だから調べなくていいだろうっていうふうになります。なのでね、最初にそういうふうに一言言っておくと計算量が多少減るので、まあ良いかなといったところです。はい、今回の解説はここまでです。